第2レース予選競争です。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしてきました。大外ローコース6号で岡崎がトップスタート。スロー勢では3号で金子が覗いています。一周1マーク、外からまくっていく6号艇岡崎、続いていくのは4号艇松本、インから1号艇砂永、差しを狙って2号艇戸塚、最内は5号艇桑島でバックストレッチです。スタートまでは10秒切りました。第11レース予選競争、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。スロー勢コースタート、2コース2号艇岡崎がトップスタートを切っています。レースは1周1マークへと向かいます。逃げる1号艇これさは差しを狙って2号艇岡崎、続いていく3号艇荒井、外を握って4号艇原、バックストレッチへと抜け出しています。先頭は押し切るか1号艇これさは内側へさきかかるかどうか、2号艇岡崎が内側並んでいます。3番艇3号艇荒井、その後ろ4番5番6番と追走。スタートは前艇正常、2幕突破争い内側から2号艇岡崎先行、差し返して1号艇これさは3番艇3号艇荒井で方面と折り返しています。先頭争いはアウトコース2号艇岡崎が一定進入勢ですが、内側から並んでくるか1号艇これさは3番手3号艇荒井で2周の1マークです。激しい競り合いですが、外を振り切っていく2号艇岡崎、2番手1号艇これさは内側から3号艇荒井が3番手で最後のバックストレッチです。先頭争いは2号艇岡崎振り切りまして、連勝ゴール、はい、見せ場たっぷりでしたね。いやー嬉しいです。はい、比較面に関しては何か一つ、あでもなんか行き足とかがすごくいい感じはします、うん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 、はい、それは岡崎選手にとっては好きな、そうですね、うん、はい、嬉しいですね、連勝スタート、はい、はい、では明日のレースに向けてファンの方にもう一言お願いします。はい、無事故で精一杯頑張ります。